はい、この羽生選手のこの手をね、広げて上を向くシーンですね、これ、開放感がある動き、羽生選手って開放感のある動きが上手だなって思うんですが、この名前が、名前この今ね、ご覧になっているこの動き、名前がないんですよね、うん、上を向いてこう開放していく、そうですね、開放感、そうですね、この羽生選手のこの開放する 動きっていうのが上手だなと、稲葉はもうぱうーっと、ね、開いていくんですが、まあ、こういった動きが、ね、羽生君はすごいやってるときれい、まあ、お客さんに見てほしいという、ね、そういったイメージがあると思うんで、まあ、こういった動きを、ね、付け加えていくんじゃないかというところで、ね、き、えー、今日は羽生選手の新しい技は何になるのか、お話ししていいいいきたいんじゃないかと思いま,す、はい、まず1番目がこちらですね、こちらの Y 字スピンというか、もうほぼ I 字ですよね。 Y 字が、まあ、比較的ね、足が硬い人は Y になっちゃうんですけども、まあ、羽生選手のこれ、I 字スピンって、これ、I ですよね、形がほとんど、うん。もう180度、回脚ができてるんで、羽生選手は I 字、イジの形ができると。これはスピンじゃなくて、スパイラル、スケーティングで滑っていく動きですが、こういうね、え技、この Y 字なり、I 字なりっていうね、そういった、あの、動きは、試合ではね、あの、入れないんですよね。 うん、だから、まあ、スピンをやったり試合でスピンやったりとかあのジャンプを、ね、やる前に、ね、こういった動きを取り入れていくとより高い点数になるんじゃないかと、まあ、美しいので、まあ、エキシビションとかでは見せてくれるんですが、えー、なかなか、ねえー、本番では見せてくれている姿試合で見せてくれている姿はないのでこういう Y 字、I 字の形を、ね、取り入れた試合をやっていく可能性はあるかなと思いますね。 はい、そしてこのクリームキンイーグルなんですが羽生選手ねクリームキンイーグルあのできるようなんですが手をね少しこうまだついているような感じなので、えーまあ、宇野選手の方がねクリームキンイーグルは宇野選手なんですがあの少しこう体がやはりね、えー、背が高いので あのーまあ、あとは足ですね足と上半身の,この筋肉、ですねこれがまあ少しこう、まあ、同じなので、えー、足がこうどっしりしていればもうちょっと安定感があるんですが、まあ、背が、ね、やはり高いのでちょっとこうバランス取りにくいというかクリームキンイーグルがまあ少しこう苦手という意識があるんですが、まあ、これをね本番で取り入れることができるのかといったところがあるわけですね。 クリムキンイーグルを取り入れた技をやっていけるかどうかというのは楽しみにしてますね。はい。それでは最後になります。こちらですね。えー、こちらは実は彼はね、羽生選手じゃありません。ネイサン・チェーンなんですが、えー、バックグリップですね。バック転、うん。このバックグリップを、えー、ネイサン・チェーン選手はや,やっておりまして、えー、試合ではやることができません。あのー 試合でやっちゃうと、えー、大きく減点をされたりしてしまうので、あのー、ル,ール,上ルール違反になるんですけれども、あのー、エキシビションや、ね、このように練習では、えー、バックフリップをネイサンチームはやることができまして、えー、羽生君もバックフリップをすることができるのかどうか練習するのかどうかというところが、まあ、注目されると思います。でこれからプロの世界に入っていくと、まあ、それなりにバックフリップとかね、あのー フィギュアスケートの試合で、えー、やれないようなね、えー、そういった技をねやっぱりそのプロの世界ではやる人が増えてくるわけですねプロの世界では、まあ、本当にこう命がけな、ね、サーカスみたいな技をねやっていく人が多いと思うんで、まあ、これからその、えー、プロの世界 に移るんだったら、えー、こういったバックフリップですね、を、えー、習得するんじゃないかっていうのは、まあ、注目してますね。まあ、羽生選手がバックフリップをやるって、まあ、結構想像つくのかなと思いますけども、まあ、美しい、えー、バックフリップをやってくれるんじゃないかって結構期待したりしてます。まあ、あとはこういったイナバウアーも健在だと思うので、まあ、割とね、えー、このままイナバウーをやるんですが、僕に注目してるのが、ジェフリー・ボトルさんがやってるイナバウアーで、えー、今、右足、 がね、えー、後ろにこう、下がってますよね。で、左足が曲がって前に出してますけども、逆のバージョンが、進行方向はこのような感じで、えー 右足が前に出るやつがあるんですよ。右足が前に出て左足が後ろに出るような進行方向同じで、えー、男子イナバウワーっていうふうに言うんですか、あの、言うんですかというか僕は勝手に名前つけてるんですけれども、あの、それを羽生選手やってくるかどうか注目したいと思いますね。あの、ジェフリー・バトルさんがやっているイナバウワーですね。はい。あの、この今ね、羽生選手がやっているこのイナバウワーは、えー、荒川静香さんがやっているイナバウワーの形なんですよね。で、 あのーまあ、これは羽生選手は得意としているんですけれども、果たしてジェフリー・ボトルがやっているジェフ・イナバウアを、えーを羽生君がやるかどうか、まあ、これも結構注目したりしてます。ちょっとお待ちくださいね。はい、これになります。彼のこれイナバウアーですね。えー、進行方向に対してですね、進行方向はこっちになりますが、進行方向に対する、えー、手前側、手前側じゃないのか、えっと、 彼で言うと、えー、と先ほど羽生選手は、右足が、ね、後ろだったんですが、えー、左足が、えー、後ろですね。ジェフ・ウー・リバトルさんは。いいんですよね。左足が後ろで。 見出しが甘いですよね。はい。で、あの、このね、イナバウアーの形はあ、ジェフリー・ワトヨさん特有の形で、えー、これを羽生選手はまだやっている姿っていうのがないですね。はい。なので、まあ、これ結構楽しみだなと。あのー、特徴としてはですね、顔がですね、えー、皆さんの方向により見やすい。あのー、羽生選手のイナバウアーあ、荒川さんはこう顔がもうこのように、 後ろの方にこう行くんですが、えー、この稲葉湾の特徴としてこうパーッとね、えー、開放感を出して周りの人を見ながらね稲葉をする美しさっていうのがあるので、まあ、あの比較的羽生選手は開放感のある 動きっていうのが得意なので、まあ、こういったジェフリー・バトルがやっているジェフ・イナ・バウアーっていうのを実現することができればかなりね、えー、かっこいい美しい、まあ、またフリフリのね衣装こういったあの衣装も、まあ、結構羽生選手は着てると似合うので、まあ、ジェフ・イナ・バウアーをやってみる、まあ、あの荒川さんのイナ・バウアーをやりつつこのジェフ・イナ・バウアーを取り入れるとよりね表現力さらにねもうやばいところまでいっちゃうんじゃないかと。 思うので僕はこれを期待していますあとはこちらのビールマンですねまあ、ビールマンもあの健在なんですけれどもあの羽生選手のビールマンっていうのはまあ、本当はあの羽生くんのね一部の方だとかいうとね、えー、柔軟性がないとかいう人いるんですがこうやって動画の画像で見てみると本当に腰のこの 足のお皿のところは、ね、頭のところまで来てますので、まあ、結構柔らかいですしそれからあのやはり、ね、羽生選手のスピンとしてゆったりとしてる結構ねこういうビールマをゆっくり回ってくれるっていうのがあるので、まあ、この前もお話ししましたが。 こう心を、ねえー、感じるんですよね、羽生くんのビールマンっていうのは。なんかロボット的じゃないというか、あのー、機械的にロボのスピンを回るっていうよりは、心で、ねえー、回転をしてくれるっていうのがあるので、まあ、このビールマンスピンも、えー、来シーズンは見どころになってくるんじゃないかなと思いますね。はい、あと、僕気になるのが、レイバックスピンっていうのを、あんまり羽生選手やったことがないと思うので、僕はこのレイバックスピンですね、えー、レイバックからビールマン、ちょっとこれも、ちょっとお待ちくださいね。 こちらの形ですね。レイバックスピン。こういった形を、羽生選手がやってくれると、まあ、のものすごい美しいんじゃないかと思いますね。羽生レイバックと。あこれ、羽生選手レイバックスピンね、あの、レイバックイナバウアーとかできるのに、まあ、イナバウアー,バーはなかなかやらないんで、あ、失礼、レイバックスピンなかなかやらないんで、まあ、結構新しい技として、このレイバックスピンを、まあ、やってくれると、まあ、結構嬉しく思うんですけどもね。はい。まあ、 サイドウェイズからのエナバウワーとかそこからのビールバーみたいなねそういった形をまあ入れるとですね、まあ、斬新さが出てきてさらにあの表現力の幅が広まっていくんじゃないかと思いますね、まあ、腰も結構柔らかくて、えー、その素敵な回転開放感のあるようなレイバックスピン を見せてくれると思うので、まあ、ファンはさらにピンクになっちゃうみたいなねそういった人も結構多いと思うので、まあ、この、ね、羽生選手のレ、ね、バックスピンというのはあの習得してほしいなというのが、まあ、切実な、えー、願いかなと思います。はい、というわけで今日は羽生選手の新しい技は何になるのかとかね、えー、既存の技がさらに美しくなるだとかそういったお話です、ねえー、をしました。以上です